神戸市立図書館は日本の兵庫県神戸市が設置している公立図書館の総称。中央区区の基調の神戸市立中央図書館を本館とし、他に各行政区ごとの地域拠点館11館が設置されている。また、移動図書館形式の自動車図書館が中央図書館の配下にあり、須磨区、北区、垂水区、西区のサービスポイントを巡回している。 戦前には日本中新聞類法を作成した森清が師匠を務め、戦後にはレファレンスサービスの近代化に努めて戦後日本の図書館学に影響を与えた指示閣老が館長を務めている。1911年11月10日に愛尾町にあった初代市役所の建物を使って本の閲覧が開始された。この時、桃木武平が1902年から幾田町に 開設していた施設図書館の桃木書院図書館の公開蔵書も寄贈された。1915年からは本の貸し出しも行われた。当時、本の閲覧や貸し出しは有料で、普通貸し出し料金は1回3冊までで20銭、延滞料が1日4銭だった。1921年11月、大倉山に新図書館が建設される。ロマネスク風の2階建てで、 1>, 1階に公開図書室とカウンター、事務室を設け、2階に大閲覧室を用意した。同年12月に図書の貸し出しが開始され、翌1922年の3月から館内での閲覧も開始された。1950年4月に図書館法が施行され、公共図書館は無料でなくてはならないと定められたことにより、閲覧及び貸し出しが無料となった。 同年3月時点での貸出料金は1回1冊10日間で10円であった。1972年には市内各所の文館、文室を各行政区の拠点図書館とする組織再編を実施し、大倉山の本館が中央図書館に改称された。1980年10月、中央図書館に現在の1号館が建設された。設計は図書館設計で知られた。 鬼頭あずさである。1995年1月17日、阪神淡路大震災が発生し、閲覧室や食堂として、新館建設後も利用されていた、中央図書館旧館は、大きな被害を受け、取り壊しを経て2号館が新築された。1996年、兵庫図書館の開館で、全休行政区に拠点館の整備が完了する。年、 東名宅在住で4月8日に106歳で成去した元高校教諭の岸尾久おから死に現金約11億3000万円と自宅不動産等の寄付がありこの寄付を原資として各区ごとに学校の教科内容に沿ったテーマを選定して館ごとの特色を出した資料を配下する岸尾文庫が設置された2019年4月には北図書館北上文館が 北区内で2番目の地域拠点館となる北上図書館に昇格した。2021年には、スマ区内で2番目の拠点館となる秒谷図書館が新規に開館する予定。データの出展は2021年開館の秒谷図書館を除き、神戸市立図書館事業概要平成28年度64から65ページによる、上記のほか自動車図書館が近くに、 図書館がない地域を巡回している。1989年12月1日より、神戸市隣接し、町長懇和会で個別に締結された協定に、基づき以下の市、町の居住者に対しても、利用権を発行し、蔵書の貸し出しを行っている。ただし、対象となる市、町の側の公立図書館では、神戸市の居住者を、各市町立図書館の 利用券発行対象としていない片側利用の場合や神戸市の一部の行政区の居住者のみを発行の対象としている場合がある。ありがとうございます。